七尾のおつねと盗作の夫婦が大根切り干しを作っている頃、熱海の浜は波が次々と運んでくる魚で埋まってしまったですに、これにはみんな驚いただね。とにかく竜宮からのお土産だと言って、熱海の村人はみんな浜におり、夢中で魚を拾い集めたですに。ところが拾っても拾っても次々と波が魚を運んでくるですよ。しまいにはもう猫もカラスも飽き飽きしてしまったですに。おしま、こりゃ一体何だずらよ。なんか恐ろしいことの前触れじゃないだか。そうだかもね。津波でも来るずらか。津波？じゃあこんなことしてられないじゃん。ああ。おーい、吊るしよ。おお、銀ちゃん。こりゃ地震か津波でも来るのと違うかな。俺もそう思うだよ。とにかく津波に備えて船をいつでも沖に出せるようにしておかんとな。ああ。一晩たってまた朝が来たのですがの、浜は魚で埋め尽くされていたです。よくしたもので、飽き飽きしたはずの熱海の村の衆は、一晩明ければまた浜の魚を拾い始めたです。それもいつ津波が来るのかとおっかなびっくりしつつ、目の前の魚に手が出る。まず拾っても拾っても浜の魚はちっとも減らんのです。これはとにかく波が次々と魚を運んでくるからに違いないですに。やがてこれが七尾の村に伝わってきましてな。おい、おつね、行ってくるでよ。ああ、ちゃんと拾ってきておくれよ。日干しにすりゃええだからね。ああ、わかった。七尾の村にまで広がったのですからな。隣の浜の小田原や網代からも人々が船で乗りつけてやってきたですに。あれ、これ金目。こっちはのどぐろじゃん。ああ、のどぐろ。これはハタかね。なるほどな、こりゃすげえや。こりゃ拾い尽くせねえ。あれ、あれあんた網代のお船さんだよ。おお、そうだな。お船さん、お船さん。ああ、おしまさん、さっきよ、古老船の衆から熱海に魚やわんさが打ち上げられてるって聞いてな、来てみたが、こりゃ一体なんだずらよ。拾ってはみたが恐ろしくなってきたに。うちの人がね、これは津波でも来る前触れじゃないかって。津波？それ大変だ。いや、もしかしてってことだから、大手さんよ。それにしてもこりゃなんかあるよ、きっと。そうだよね。津波も地震も起こんかったのはよかったですがな。ところが熱海の海から魚が一匹もいなくなってしまったですや。一体どういうことですかいな。おいおい、こりゃなんだ。海の中から湯が吹き出してる。熱っ、こりゃたまらん。これじゃ魚はいられねえや。海に潜った銀次は、湯がそこから吹き出しているのを目の当たりにして、その熱いのなんの、とにかく驚いて出てきたですに。銀ちゃん。おい、とにかく船にあげてくれ。ああ、銀ちゃん、出よ。ああ、それ、いやー。
驚いた。湯が吹き出ていら。あれじゃ魚もいなくなるわ。湯が吹き出してる？ああ。とっても近くには寄れねえ。あれはこの伊豆山の裾から吹き出してるって感じだったな。へえ。で、どんな感じで吹き出してるだよ。とにかく、とんでもねえ熱湯がバカバカ吹いてるだ。そんで近寄ってみたがよ、押し返されちまって。これがまた熱いのなんのって。海の水に薄まってもあれぐらい熱いだで。魚みんな茹だっちまうずら。だからよ、こないだの魚、浜に打ち寄せられた。ああ、あの魚はじゃあ。おそらく、あの海の中で湯が吹き出してよ、魚が死んでしまったじゃないだか。なるほどな。そういうことだったのか。おいおい、感心しててどうするよ。これじゃ熱海の漁師は食い上げずら。そうだよな。あ、銀ちゃん、その海の中で吹き出してる湯は止めることなんかできないよな。当たり前ずら。何を言ってるよ。これから熱海の海じゃ魚は取れねえだから、どうするかを考えなくちゃならんずら。そうだよな。熱海の村の門は頭を抱えてしまった。そりゃ畑もあるが、そんだけじゃ食っては行けんだで。とにかくしばらくは、隣の網代や小田原の地先の海は、五丁先から出ないと漁はできない決まりがあっただで。五丁沖に出かけて行って、漁をするしかなかっただえ。やれやれ。今日はバカに習いが吹き上がる。これじゃ漁はできないずら。はあ、こんな時に熱海の地先で漁ができりゃ言うことはないんだがな。参った参った。ここが熱海。日当たりもよく、海岸には砂浜がつき、いいところだ。お坊様。はい、何ですかな。お坊様は今、ここがいいところだとおっしゃっていましたですよね。はい、確かにそう言いました。やっぱりな。よそから来た人にはこの熱海の海が魚も住まないひどい海だってことはわからないだよな。魚が住まないひどい海。なぜまた魚が住まない海なのです。ほら、この海に潜ってアワビやサザエを取って暮らしの足しにしてきただ。ところがもう二月も前に突然海の中で湯が吹き出て、サザエもアワビも魚もいなくなってしまったですだ。私ら何にも悪いことはしてこなかったですに、どうしてこんなことになってしまったすら。お坊様、どうしたら元の海になるですかね。そうですか。海の中から湯が吹き出たのですか。わかりました。法力をもってして、その湯口を海の底からこの丘に移してみましょう。さすれば少しは魚も戻ってきましょう。法力で湯口を丘に移すのですか。そんなことができるのかねや。はい、できないかもしれませんが、とにかくやってみましょう。というわけでな、旅の坊様が熱海の海を見下ろすことのできる伊豆平という場所でお経を読授し始めたですに。
オンバサラオンバサラニマニハンドババサラバラダラハンドバハンドバタラマニシッタギリヤ。オンバサラオンバサラニマニハンドババサラバラダラハンドバハンドバタラマニシッタギリヤ。おしま、あの坊様か。うん、海の湯口をこの丘に移すだって。おいおい、そんなことができるのかよ。できるかできないか、とにかく法力でやってみるって言っただから。ふん、どんなに偉い坊様でも湯口を移すことなどできるのかな。おい、あれかよ、法力で湯口を丘に移すとかなんとか言ってる坊主は。うん、まあ大口叩いてできなけりゃ笑われもんだい。それでもああしてなんだか今日読み始めただから、ひょっとしてひょっとするかもな。そうだよな。うん、ひょっとしてひょっとするかも。あんた調子がええだから。おいおい、見ろよ、あそこから湯が。やだよ、湯が吹き出したよ。あれあれ、海に向かって吹き出したに。あの坊さん、ただもんじゃねえ。ああ、ただものじゃねえ。湯口が丘に移ったのをじっと見てから、その旅の坊様はゆっくりと立ち上がりましてな、笑いながらまたどこかへ行ってしまわれたですに。あれ、お坊様も。おしま、お名前だけでも聞いておいたらどうだ。そうだよね。ねえ、お坊様、お名前だけでもお聞かせくださいよ。マンガン商人と呼ばれております。マンガン商人。このマンガン商人というお方はな、このあと箱根山にこもられて3年の間修行され、とうとう箱根山の神々に許されて、芦ノ湖のほとりに箱根権現をお祭りするお社をお建てになったですに。来たかね、お筆さん。本当に菊だから耳鳴りも治るかね。いかなる難病も平癒するって言うだから治るよ、きっと。そうかね。まあ湯に浸かるかね。まあ一月ものんびりと湯治する気でさ、うちは気兼ねしないでええだからね。お筆さん、一月などとても湯治してはいられないがね、とにかく2、3日湯に浸かるかね。これがなんと2日目にはもう耳鳴りが治ってしまっただから、さあ次から次へと病に苦しむ人がこの熱海にやってきてな。どっかお参りするところはないのかね。そうだよな、お湯で病も治ったしお礼もしたいよな。お参りするところをな。おい、おしま、今の客なんだかな、お参りするところとか言ってたかな。銀次さん、どう思う？いいじゃねえかい。この湯口の目になんかお社を建てたらよ。そうだね、お社を建てるかねや。おいおい、そんな銭がどこにあるよ。なに、まず建てちまってよ、お賽銭で払えばいいじゃねえかい。きっとこれだけ人がありがたく思っているだから、お賽銭もバカにならねえと思うがな。そうだよ、こういう時には銀次さんは肝が据わってるよね。まあな。そんなわけでお社を湯の前に建てたので、湯前権現様と呼ぶようになったですに。どうだね、や一度湯治に来るとええがな。すっとんおしまい。